ティンカさん、やっぱりすごいな。女性なのにそんな大きな剣を振り回せて。はて、自分はそんなにすごいですか？すごいですよ。私だったら持ち上げることもできません。剣には自信があります。これくらい朝飯前です。実際にはご飯の後の方がより戦闘力は上昇しますが、たとえご飯の前であっても野獣ごときに遅れを取ったりは。ご飯の話は分かりました。やっぱり訓練をたくさんしたんですね。そうですね。何度この剣を振るったかもう覚えていません。最初は剣に振り回されていましたが、今ではこんなこともできます。剣を振るだけでそんなに喜んでいただけるとはびっくりです。剣を振るリンカさんの髪の毛がひらひら舞って、まるで神話の女神様みたい。髪の毛ですか？短いかない方が剣を振るうには楽なのですが、マリオンが切ることを許してくれません。伸びたら伸びたで、今度は溶かせ溶かせと無茶なことを。なるほど、無茶かな。髪は短ければ短いほど邪魔にならずいいと思うのですが。絶対そんなことないです。今の髪型すっごく素敵です。絶対切ったらダメですよ、リンカさん。ん？アーシャがマリオンみたいなことを言ってます。マリオンさんが正しいですよ。今のリンカさん素敵ですもの。それにしてもマリオンさん、リンカさんの先生みたいでしたね。そうなのです。拾い食いをするなとか、知らないおじさんについていくなとか、よく怒られます。そんなこと今までそれぞれ1回ずつしかしたことないのに。あ、一回ずつはあったんですね。ご安心ください。昔の話です。今ならたとえ悪者に連れて行かれても自力で帰宅できますから。それなら安心ですよね、多分。そうです、安心ですよ。さ、それでは行きましょうか。